皆さんこんにちは。韓国のすべて韓国ラボのピアコです。はい、今回はですね、韓国人の間ですごく人気のあるトッポッキを作っていきたいと思います。でも日本の方々の中には、そうですね、辛いものが苦手な方々が多いと思いますの で、今回作るのはもう全く本当に全然辛くない醤油ベースのトッポッキを作っていきます。今回はちゃんとエプロンも着用しました。はい、それではピヨコの食堂スタート。必要なのはこちらになります。ここで目立つのは、はい、私の好きなチーズ入りのお餅にしました。それと、春雨大好きなのでこれも入れます。私本当に今日はお腹が空いてしまって、早速作ってみたいと思います。深夜食堂の場合ちょっと演技するのが難しくて、はい、今日はマスターの私一人で、はい、私一人の体制でやっていってみたいと思います。まずはこの春雨を柔らかくするために水の中に浸します。こう小さすぎるこの器があれ一回切ろうかな。まあ、何も変わらないじゃん。ここ、このまま浸しておきます。はい、それからソースを用意します。ごめんなさい、醤油入れるところ取れてないので、先ほど醤油を大さじ2入れました。それからかきソースを大さじ1忘れるところだった。お水の中に浸しておきますと、ニンニクのキューブが溶けてニンニクのすりおろしに変身します。これを入れます。こちらの細ネギを使います。これも、まあ、適当にはい、キャベツを入れます。適度な大きさで、これぐらい。チーズ入りのお餅なんですけど、これは1回洗うことにします。どれぐらい食べれるかな、これぐらい。はい、2つもっとはい、具材は全部用意できましたので、実はここからは本当に簡単 で、ここからは本当に煮込んでいくだけなんですよ。お水、紙コップの2分の1ぐらい入れて、よぞんど、はい、全部入れますね。やっぱり春雨とかにもこのソースが染み込むので、そうした方が美味しいので、ソースかけます。マシケッタン。の味見をしてみましょうか。めっちゃ美味しい。どうしよう、これなんか、これ私一人で食べるのもったいないなと思いますね。私、日本の方々のための醤油ベースのトッポッキの店出そうかな。もう出来上がったと思いますので、これを器に盛ります。それではいただきます。日本の方々には本当にお口に合うと思います。ちんちゃましそうよ。
しよう、これ私のお母さんが作ったのより美味しい。ごめんなさい。今回はここまでとさせていただきます。今回の動画が面白かったらいいねと登録のボタンを押してくださいますと私にとって大きな力となります。はい、皆様今週も大変お疲れ様でした。またこれからもライブとかインスタグラム、そしてこちらのチャンネルで、楽しく、はい、すごい、皆様と楽しく付き合っていきたいと思います。おかしいなこれも。はい。それでは皆さん、またねー。どうもんなよー。